こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。Amazon 転売の嫌がらせ。壊された商品が Amazon で返品された事実を見てください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画で Amazon でね、ちょっと商品を出品したんですけど、破壊された商品ですが、ね、持ってきました。ぜひね、どんな状態か紹介させていただきます。ぜひね、あのまあ、こういった事実がありますので、ぜひ参考にしてみてください。はいえー、とこちらですね。まあ、あの某メーカーの カメラなんですけど、まあ、ちょっとですねあの画像はぼかしてます。で、ます。どれくらいひどいかと言いますと、まずここのですね赤い部分です。ここはですねあの汚れてますね。はいでえー、と傷というかねもうかなり汚れが入ってますで、ます、あ。これを見ていただくと分かるんですけど、ここです、ね、もうこ,こ傷入ってまして、ここはあのスイッチの部分なんですけど、動かないです。でここ横は傷ですねで。ここのファインダー破壊されてます。取れちゃってるんですよ。よ横ですね。 で、まあ、順々に見ていただきまして、詳細見ていただくとわかるんですけど、まあ、とにかひどいですよ、これ。なぜこうなるかわかんないぐらいやられてますね。もうこうです。すごいですね。はい。で、えっ、ー、と、バッテリーがですね、もう、あの、なんな内ですよ、うまく。閉まんなくて、ぐらい、もう、完全に破壊された状態ですね。で、これ、購入者の方がね、あの、まあ、女性なんですよ。で、出品したときに、確実にこういう状態で出してないんで、 まあ、アマゾンの方にちょっと言ったんですけど、まあ、あのー、今回、あのな、な判断で、アマゾンの判断で決めてるんで、補填がされないってことで、びっくりしたんですけど、あの、まあ、こういった状態でね、まあ、どこから行って、まあ、故意に壊したか、どこから山がなんか行って落としたかって話になってくるんですよ、これはもう。で、まあ、あの、カメラ北野さん持っていったときに、これは故意にやってるっていうね、ねプロの方言ってるんで、まあ、故意に壊してる。 ね確率は高いんですけどまあ、こういったふうにね戻されてもアマゾンの判断で補填金が引くかどうかってわかんないんですよねなのでぜひねあの、まあ、メルカリでしたらまあ、こういった風にねあのなったときに、まあこうあのまあ、お金はちょっと持てる方が厳しいと思うんですよねでアマゾンでもねあの補填金っていうのは戻ってくるんですけど戻ってこない場合もありますのでぜひ、まあ、ね注意していただければねいいかと思いますはい はい。えー、こちらですね。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマリをお願します。ニックネームかスタンプお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE 登録によろしくお願いします。本日は、最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。